ドラカムカムエブリバディの主題歌アルデバラン、ガズレレ流シンプル簡単バージョンゆっくりとやってみました。素敵な曲ですね。この歌がですね、すごいかっこいいんです。聴いててすごくこう乗れてグルービーでかっこいいんですけど、やっぱこれ聴くと歌うとじゃ大違いで、歌ってみたらわかりますけど、なかなかこれ歌の感覚とフィーリング、そういうところね、やっぱ聴き込んで歌わないと、これはなかなか歌はね、一筋縄ではいきませんよ。まあそこが楽しいところですね。じっくり取り組んでいってください。今気づきましたかね、ちょっと見慣れないコード、最後の後半のね、ラストのエンディングのとこで出てきたでしょ、この Em7-5。 これはね、見慣れないんで、ちょっと初心者の人びっくりしたかもしれないんだけど、簡単なんで、あとでね、これもじっくり解説していきます。今の長さはですね、テレビ小説、朝の連ドラのテレビ小説の長さのショートカットアレンジバージョンになってますけども、これだけでもすごくね、ほんと短いんですけど、中身ぎっちぎち詰まってますんで、楽しめると思います。はい。ひとまずこれやっていきましょう。今のシンプル簡単バージョン、ガズレレ YouTube のシンプル簡単バージョン、コードと歌詞で出てますから、一緒に合わせて練習スタートしてください。1個目のゴール設定としては、ガズと一緒にシンプル簡単バージョンの動画と合わせてできるようになったら、もうすごい1個目のゴール達成でいいと思います。はい。そこまでできるようになった方おめでとうございます。じゃあ次のステップにどんどん行きましょう。次のステップっていうのは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さんお一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、いきなり歌詞とコード全部覚えるっていうのはなかなか難しいでしょうから、最初のうちは楽譜的なものを見て、その楽譜と対話しながらだんだん自分の体の中にこう染み渡されていって、いずれは覚えちゃってですね、大空に向かってこう歌ってみるとか、そうね、そういうのがいいと思うんですけど、まずはね、楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるんでしょうってことだと思うんですけど、安心してください。今ですね、ちょっと見ていただきたい、これガズンが手書きで書いたノートを見ながら演奏していきました。で、今日ですね、ちょっと見てもらいたいのワンブロックこれにしてます。というのもですね、この歌のタイミングがですね、すごくこういうふうにこう、独特なんですよね。この歌い回しっていうかな、この言葉の伸ばすところとひっついてるところのタイミングがこのぐらいしっかり書いた方が分かりやすいかなと思って、今日大きく書いています。で、この NHK 連続ドラマ小説の朝のね、ショートカットアレンジバージョンなんで、このぐらいリッチにワンブロック使っても書ききれたんで、ちょっと大きめに書いてますよということで、後でこれね、シェアしようと思います。こんな風に画面に映して、みんなもこんな風に書いてねっていうシェアをしようと思うんですけど、今めっちゃ便利なサービス始まってます。これガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のアルデバランを含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な手書きノートのストックがあります。データになってます。これを毎月5曲、皆さんがこの曲やってみたら面白そうという曲を毎月5曲お手元にダウンロードしていただいて、すぐに練習がスタートできるぞという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも、毎月2回、
全世界中の方が参加してくださってくれるものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが、限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで音楽をいろんな形で楽しもう、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね、こう村作りとして動いてますね。はい、これ概要欄にね詳細貼っとくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半からラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中で、ガズラジというラジオ放送をやってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。アルデバラン。愛さんだね。NHK 朝ドラのテーマソングですよ。朝ドラのタイトルはここに書いてあります。カムカムエブリバディです。はい。見てる方多いんじゃないでしょうか。うちの両親も見ているそうです。はい。これイントロなんですけど、ここはね、ワンブロックこの大きさですけど、さっきも言いましたけど、この大きさになってますよ、ワンブロックが。はい。で、コードだけ見るとすごい簡単なんですけど、やっぱりこれ歌のね、タイミングっていうかこのグルーヴ感、このね、ノリはやっぱりね、一筋縄ではいきませんから、しっかり聴いてね、何回も練習してやってみてください。はい、じゃあこうやって映しておきます。で、ここキーポイントになってるんですけど、ここの Dm は2拍って書いてあるんで、ここ2拍ですよ。1、2、3、4、1、2、1、2、3、4。はい、ここがちょっとね、2拍入ってくるんで、これテロップでも確認しておいてください。じゃあこうやって映しとくので、一時停止してメモっていただくか、さっき紹介させてもらったガズクラブで、このノートの楽譜のデータをそのままダウンロードするというのもすごく、有効だと思います。ガズのノートの特徴はいつも言ってますけど、この点がね、ここでリズムをね、測ってるんですよ。これは今日は相当これリズム意識しないと歌えませんよ、ほんと。歌い方がね。はい。すごいこの R&B ってかっこいいんだけど、奥が深くて難しいです。はい。まずはここ。AM の1、AM の2。OK? そしてここからサビというかね、ここからもう終わっちゃうんですけどね、サビでね。はい。ここのムードとかすごくこうキュンと切ない感じでもうね、ダイナミックでかっこいいんですよね。ここの辺の歌の感じとかも結構ね、難しいですよ。タイミング。よーく聞いて測って、何回も練習してください。で、ここにくるっとこう下に囲ってあるやつあるんですが、これはね、かっこいいバージョンではこのコード進行を使っていきますよということになってますんで、ワンブロック4つってことですね。つまりね、この辺もかっこいいアレンジになってます。はい。そんでね、そう、さっきも言ったんですけど、これが一番最後のところです。ここ見て、ここ、ラストのエンディングなんですけど、ここはまたワンブロックがちっちゃくなってますからね、ここでまた調整されておりますが、ここのコード、シンプル簡単版でもちょっと見慣れないコードが出てきてますけど、これはね、結構簡単ですから、Em75。後でもじっくり解説しますけれどもね、なんとかこれ頑張って弾いていきましょう。はい。で、ここで見てもらいたいのは、かっこいいバージョンではここはね、こう、コードがちょっといろいろ出てきますからね。はい。これも確認しておいてください。それではコードをちょっと見ていきましょう。この赤く囲ってるやつはかっこいいバージョンで出てくるコードなんですよ。で、この青く囲ってるやつがさっきから出てきてる Em75。ちょっとね、これ見慣れないコードですけど、初心者バージョンでもこのコード出てくるということなんですけど、まずね、ちょっとこの青いのも一回隠させてもらって、そして、なおかつ、この赤いところで出てくるこの、これも、出させてください。はい。なんでこれを出したいかというと、これもね、入門コードのグループなんですよ。言っていきます。今映ってるの C、Am、F、Dm、G7、Em7。はい。これ、今映ってるこの6個のコードは、ガズレレでおなじみのガズレレ必須コードという入門コードのグループなんです。これ。これはね、ガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽始めたいなと思ってる方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループ。めちゃくちゃ皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう。すごいいい動画撮ってます。ここにリンク貼っておきますね。ここね、遅から早かりガズレレ必須コード覚えちゃってください。今日そのうちの6個出てきますよということでございます。シンプル簡単バージョンでは5個ですけどね。はい。それをちょっと確認していただいて、じゃあこの流れで、はい。さっきから何回も言っているこの Em75 というコードの弾き方の説明をしていきます。この Em75 ちょっとね、見てもらいたいんですけど、簡単な覚え方があります。まず入門コードの F を押さえてください。F。はい。この形のまんま、1個1段下げる。これですよ。
F を押さえたまんま1段下げる、これが Em7-5 です。安心したでしょう。これで普段見られないからわーっと思うかもしれないんですけど、こういう風に考えるとですね、すごい簡単に感じられると思います。シンプル簡単バージョンでもこのね C から Em7 この響きがねかっこいいんで、もぜひね、これで気持ちいいあのコードの響きを味わっていきましょう。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンでやっぱ伝えたいのはやっぱ歌ですね。あ、何回も言ってますけど、これは愛さんならではの本当グルービーで、でリズミカルで、でやっぱセクシーで、このフロー感がもうなんかね、ハートのこのグルーブみたいなのも伝わるぐらいの勢いなんですけど、これやっぱりね、聞くとやるとじゃ大違いで、もう何回も聞くのがいいですね。特にね、サビの中で、君と君の大切な人が幸せであるそのために、これリズムの拍がこの裏で来るんですよ、裏で。裏でリズムを取っていくって、ここがね、ボーカルをやる上でも結構キーポイントなので、歌はしっかり確認してからかっこいい版の練習に入っていってください。じゃあここからかっこいい版の解説に入っていきます。かっこいいバージョンではコードがまた追加されます。さっきも言ったんですけど、Em7っていうのが追加されるんですが、これは入門コードだったんで、まあこれは大丈夫だとして、次ね、D7 サス4。これエンディングのところで出てくるんですけど、こことここです。Am のところと2弦の3フレット、こう。はい。ちょっとね、なかなか出てこないことですけど、押さえるのは簡単だと思います。これエンディングで出てくるんですよね。このエンディングがちょっとコツがある弾き方で、かっこいいバージョンね、かっこいいんで、後でじっくり解説していきます。あともう一個はね、この2つセット。これ見たことある方多いんじゃないかな。 G シャープ星と A シャープ星、これはガズレ、星がついてるのはガズレル独自の表記でございましてですね、本当は違うコードネームなんですけど、なんかこんな感じの表記でかっこいい響きのコードだぞ、でガズが勝手にこう適当にこう押さえてみたらいい響きだったという証のコードです。はい。他のところで、G シャープ星とか言っても通用しないんでお願いします。はい。押さえる場所、まず G シャープ星は、ここと C のとこと、こことここなんですね。それでこうやって押さえたりします。ガズはこうやって押さえたりします。中指が3弦、人差し指が1弦、薬指が2弦でこうやって押さえたりしますけど、もちろんこれでもいいですよ。これでもね。とにかくこことこことここ。はい。ここ押さえて、4弦も弾きます。はい。で、A シャープ押しっていうのはこの形のまま、あと1個、2個こっちにずらします。はい。5フレットのところでこの三角形を作る感じ。はい。G シャープ押し、A シャープ押し、G シャープ押し、A シャープ押し。これでね、ちょっとこのムードがさ、これ、さ、サビの最後のところでこのコードがね、もうめちゃくちゃいい働きをするんですよ。ちょっと慣れないと押さえづらいですけど、ガズレレでは結構この並びでセットで出てくるパターンなんでね、ちょっと時間かけて覚えちゃってください。はい。そのコードを使いましてかっこいいバージョン、さらにこのね、響き良くしてやっていこうと思います。そして今日は出てくるリズムですけど、今日出てくるリズムはこちら。ドーン。アルペジオとガズペジオと16ビートの、じゃ、この3段活用でやっていきたいと思います。キーポイントはアルペジオとガズペジオをちょっとこう使い分けてるっていうところだと思うんですけど、はい。今映ってるこの3つの弾き方、ここにちょっとリンク貼っておきます。このリンク先でちょっと確認してください。このリンク先は何かというと、ウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚で、そのね、そこの先に、この3つの弾き方の濃厚解説レッスン動画がすでにアップロードされてるんですね。じっくり見ていただいて、こうね、ものにしてください。今日はですね、そのアルペジオとガズペジオっていうのは、こうつまびく感じのこういうね、分散ワオという的な感じなんですけど、この16ビートのチャっていうね、これがこの曲はもうね外せないやつなんですよ。この16ビートのチャってリズムが実はもう聞いてると簡単そうに見えるんですけど難しい。しかもこれちょっとこう跳ねてる感じの壮大なスケール、この曲のサビやってみるとラーテドンスパカツドンスパカツドン、こんな感じのでっかいスケールか、ゆったりしてちょっと跳ねてるんですよ、リズムが。この辺はちょっと難しいんです。ちょっとまずはね、基本をその、さっきのリンク貼った16ビートのチャでやってみてください。ちょっとね、順番で説明していきましょう。これ今日キメも多いんでね、流れでやってみます。最初のイントロと A メロ1番は、アルペジオです。これは普通の、こんな感じ。こうか細くこうつまびく感じでいきたいですね。で、A メロの2番から、霧といつかから、こっからガスペジオに入って、ちょっとだけこう、ボリュームが増すんです。アルペジオってこうです。C で弾くと、これがアルペジオ。次、ガズペジオで弾きます。ちょっと音量とリズム感がアップするんですね。はい。そして、この A の2番やったら、もう次サビなんですよ。そこで、ラーテドーンズ、タカチカドーンズ、タカチカドーンズ、タカチカドーンズ、こんな感じ、スケールドーンと大きくて、さっきも言ったんですけど、この16ビートのチャの、このスケール感というか、あとゆったり感、あとは、力強いんだけど、ガチャガチャはしてる、優しいんですよね。その感じね、手首柔らかく使って、こう、体でリズムをこう生み出していく、柔らかいリズム。
これを印象付けとくといいと思うんですけど、これなかなかね難しいですね。でやっぱサビからちょっとねいろいろワンブロックにコードが4つになったりとかするんですね。でこの辺のところちょっと分析していくと、ちょっとサビね、フルでちょっと一回ここで解説しながら弾いてみましょう。せーの3笑ってラッここでドー、次ワンブロック4つ F F C G7 なラインに、ここワンブロック F G7 C、君の大切な人が幸せ、ここ歌が難しいよ、ドンドタドンドタドンタン、今のところここがですね、このシンコペーションマーク、今の矢印があったと思うんですけど、このマークが出てきてリズムがバーンと食い込んでいるリズムの決めがあるんですけど、ちょっとこのテロップ見てもらいたいんですけど、 Dm Dm矢印 Dm Em7、 ちょっとこれで、ね、どんなことかというと、ここだけやりますよ、そのためドンドタドンドツパーンです、Dm でポーンダーン、最後の1回 Em7、 ここ結構特徴的です。そしてこのフレーズの後にさっき出てきたこの G シャープ押し A シャープ押しが連続して出てきます。そのためにからやってみましょう、幸せであるそのためドーンドタクトンドスダーン、祈りながら Sing a song、 祈りながら Sing a、 ここになります。G シャープ押し A シャープ押し、これはこうズンズンって一瞬なんで、ワンブロック4つで出てくるんで、こういう風にちょっとスライドがいいと思いますね。 G7 でスライドでやるか、まあ、こうクッとこうやると行き過ぎちゃうかもしれないんで、こううまいこと、はい、ワンブロック4つで出てくる G シャープ押しと A シャープ押し、ここ F F G シャープ押し A シャープ押し C C A シャープ押し、ここがちょっと難しいところですね。でそこで伸ばしていて、最後もうラストになります。イエーソーン、ここで Em7 入って、次のここ決めがあります。ダンスとタッタンダスタッポン、ここで D7 サスポーが出てきます。ちょっともう一回最後のね、シンガーアーはいサーン、ここダンダタッタンダス G7 ダンスかバカってダンスかバカダンダパッパンパッパン、わかる？ダンダダンダ、はい、D7 サスポーは F を押さえたまんまここを押す感じです。デンデデッデンデンダタンですね。はい、この決めっぽい感じ。ダンスタダッタンダンチョパーン、アップで G7、これがねかっこいいんですよね。はい、こんな感じで最後の方でね、前半は結構こうシンプルなんですけど、最後のところでもうコードとかシンコペーションとかキメがたっぷりこう詰まってくるんで、これはじっくり時間かけてこう分析して最初のうちはこう取り組むのがいいと思います。はい、そしてもちろん歌詞の内容とかそのドラマをね見ていらっしゃる方、そのドラマの世界観とか、やっぱこれ音楽感情表現ですから、このできたできないではなくて、感情がどれだけこう魂が震えたかみたいなところをやっぱり音楽のね、目指すところにしたいなというふうに思ってます。それでは早速やっていきましょう。アイさんの歌うアルデバラン、ガズレレレかっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、ねねね、ねねね、でね。NHK 朝ドラカムカムエブリバディの主題歌、アルデバラン
愛さんの歌うこのかっちょいい曲、ガズレレかっこいいバージョンやってみました。いやこのねノリっていうかこのグルーヴですよね。やっぱサビのあの雄大な感じでファンキーでソウルフルな感じがこのなんかもう最高です。難しいけれども、じっくり時間かけてこう自分にこう染み渡せていくようにこの感覚でね音楽できるのきっと素敵だと思います。はい、やっていきましょう。そしてお知らせです。皆さん、スマホとかタブレット持っている方、これ入ってますか？ガズレレでリリースしているアプリがあるんです。ガズレシピというアプリ、これがめちゃくちゃ便利なあの楽譜が見られるサイトなんですけど、すっごい見やすい楽譜で、簡単バージョンとかっこいいバージョン両方の表記があって、あとメトロノーム機能とか、あとね画面が自動スクロールしたりとか、すごく多機能な、アプリになってるんですよ。これにですね新たな楽曲が40曲追加されましたよというお知らせでございます。今すぐにですね皆さんスマホとかタブレットにこのガズレシピ、検索していただいて、インストールお願いいたします。これ楽しいアプリになってます。無料版ですけど中でいろいろ有料の楽譜を変えたりすることになって、無料版がありますんでね、ひとまずはダウンロードして インストールをお願いします。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さあのこの後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけどあのガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですねもう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんよりこういうね楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり簡単でとにかく分かりやすいっていうのが特徴です。この本はですねもう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、 Amazon とか楽天ブックスさんとかも置いてあります。これはあの本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね毎月後半にね予約注文とか受け付けて、またそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではねあの鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもねガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さんさよなら。